ドキドキムリミアの質問コーナー。はい、いきなりですが、先日インスタグラムのストーリーにて募集したポッパーさんからの質問に答えていきたいと思います。いつもミアの YouTube に見ていただいています。どうやって覚えているんですか？でも、そうやって言ってもらえることが多くてとっても嬉しいんだけど、あんまり覚えようっていうふうにはなんか意識してたことはなくて、特に。でもなんかその人の特徴とかで素敵なポイントがあったら、それこう覚えるようにしたりとか、なんかに似てるなとか、似てるものを見つけて、なんか連想ゲームみたいな感じにすると結構覚えられるんじゃないかなって思います。例えばまあなんかメガネかけてる方とかだったら、あ、この黒縁のメガネが似合う方とか、丸いメガネが似合う方とか、そういうので覚えてたりとか、あとはなんだろう、なんかお洋服がなんか結構黄色が似合う方とか、青が似合う方とか、そういう感じですり分けて覚えてます。僕は以前の取り方だけど、今は何の取り方なの？今はあなたの取り方。今まで一番印象に残っているものは何ですか？題名が正しいか分かんないんですけど、モモンちゃんっていう本があって、我慢我慢のモモンちゃんっていうモモンちゃんが出てくる絵本が大好きでした。ピンクのどんどこモモンちゃん、可愛いんですよ、絵が。優しいタッチで、で、なんかお話も可愛いので見てみてください。20歳までにね、したいことがね、2つあって、1つ目は車の免許をちょっと20歳までに取れたらいいなっていうのがあって、もう1つは去年もね言ってたんですけど、心理学系の資格をねずっと取りたいなと思ってて、それをね20歳までになんとか取れたらいいなっていうふうに思っています。寿司は寿司ですか？寿司です。機会があれば海外で講演したい国はどこですか？まだ今までだとね、台湾しか行ったことがないので、パリとかに行ってみたいなって思ってます。なんかエッフェル塔を見てみたい。いつも可愛いけど最近どんどん綺麗になってるね。可愛いはどっちって言われてほしい？でも、なんか可愛いは生まれた時からいっぱい今まで多分言ってもらってるんですけど、綺麗はまだね、始まったばかり。まだね、あんまり言われたことがないので、なんかまあ、綺麗って言われる女性になれるように頑張りたいなって思うんですけど、やっぱり昔ながらの、ずっとね、言われてる可愛いもね、言われ慣れることはなくて、とっても嬉しいので、とっても大歓迎です。生まれ変わったら何になりたいですか？生まれ変わったらまたミヤになりたいですね。またミヤになりたいですね。またミヤになりたいですね。一つになって、まず行きたいところは？行きたいところ？なんか一人でね、新幹線もあるんですよ。一人で飛行機はないので、なんか飛行機に乗ってどっかに行ってみたいです。でも大分とかその温泉が好きなので、温泉があるところに飛行機で行ってみたいです。これから挑戦してみたいお仕事は何かありますか？挑戦したいのは、結構何でも挑戦したいなって思ってて、女優さんとかもやってみたいし、お芝居とか舞台もやりたいし、あとはモデルさんもやりたいです。TPP のすごいとこ教えて。すごいところはもう全部って言った方が一番正しいし正確なんじゃないかなって思うんですけど、もう本当に何から何まで全部すごいです。関われば関わるほど本当にすごい方だなって思います。最近好きになったものありますか？最近好きになったものはスラムダンクです。今まで一番お手柄をした今思いついたのは、仙台で食べた牛タンです。座右の銘は何ですか？いきますよ。夢は逃げない、逃げるのはいつも自分だです。ミヤちゃんの準備ができたみたいなので、そろそろステージのミヤちゃんにお返ししたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
再びこんにちは。皆さん盛り上がってますか？あれ声が小さいな。もっともっと盛り上がってますか？おありがとうございます。では続きましてまたドキドキムリミアの質問コーナーやっちゃいます。イエーイ。はい、先ほどの続きから答えていこうと思います。過去の衣装で一番お気に入りなのは？結構ね、あのクラウンポップの衣装も浪江女子博組合の衣装もすごくなんかね、いろんな系統があって大好きなんですけど、私的には、まあ、何個かあるんですけど、それでもワンダーシャッターチャンスの時のラベンダー衣装って言ってる衣装か、ツアーの衣装か、最近の黒衣装が結構スタイルもよく見えるのでお気に入りです。国内旅行するならどこに行く？その理由も教えて。国内旅行するなら、あの温泉がね結構好きなんですよ実は。だからね、長野か山形に行きたいなと思ってて、なんか長野にはね、なんか千と千尋に出てくるお屋敷みたいな、温泉があるんですよ。だからそこにいつか行ってみたいなって思ってます。子供に戻れるとしたら何歳で何をしたい？子供に戻れる、ミアはしたらサンタさんにね、2歳ぐらいの時にあのプーさんの2人乗りのブランコをもらったんですよ。でそれがすごく嬉しくて今でも覚えてるので、2歳に戻ってそのブランコでいっぱい遊びたいです。あのこうやって食べてて、来た時に食べます。こうやってやってこうやって食べて、ここにあったらこの時に食べる、真ん中ぐらいで食べます。チャレンジしてみたいことってある？習字をね、前習ってたことがあったんですよ、小学生中学生の時に。なんですけど、また習字とかを習ってみたいなって思ってます。ビューライブで現在に研究する予定ですが、何を食べたらいいですか？牛タン。朝シャキッと起きるにはどうしたらいいですか？私は結構朝シャキッて起きれるタイプだから、そのなんかあんまり起きれないなってなったことがないんですけど、ニヤになったつもりで起きているとかどうですか？あとは、なんかまあ一日が始まったぞって自分に言い聞かせる。納豆はいつも何回食べますか？納豆はなんか何回だったかな、何回かなんかさ、あの混ぜるかやしり美味しくなるのが決まってるんですけど、なんかちょっと60回だったか120回だったか忘れちゃったんですけど、それくらい混ぜます。嫌いな食べ物は何ですか？結構多いんですけど、きのこ、人参、グリーンピースです。少なかった。本日の続きは可愛いですか？見ての通りです。どうですか？ちゃんと言ってくれたかな。はい。ライブ前に必ずやるルーティーンって何か？そう、なんかまあグループとしてはね、クラウンポップも浪江女子博組合もエンジンをするんですよ、みんなで。それが一つと、私個人としては結構ここをトン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 してからステージに上がるようにしてます。私は、アパレルブランドさんのリバティエイジさんと今コラボをさせていただいて、私がデザインした、キャップ、ロンティー、半袖シャツの3アイテムがね、今受注生産開始されてるんですけど、めっちゃニアらしさもありの、男性から女性もいろんな方が着やすいようなお洋服と帽子になっているので、なんかぜひお出かけとかに使っていただけたらなって思います。6月24日だから、次の日までなのでお早めに。次が最後の日それは、まあなんかじゃあミヤがずっとこう見張ってるって思ってお仕事をしたら、やばい、やらなきゃっていう風になるんじゃないかなって思うんですけど、どうでしょうか。お仕事頑張ってください。はい、そんな感じでまたまたみゆちゃんの準備が終わったみたいなので、ステージにお戻ししたいと思います。どうぞ。
いきなりですが、ここでドキドキムリミーアの質問コーナー、イエーイ、パフパフ。あのね、インスタグラムのストーリー見て募集した質問コーナーに答えていきたいと思います。よろしくお願いします。自分の一番好きな髪型は何ですか？好きな髪型は、ツインテールが自分的には好きなんですけど、でも結構スタッフさんとかだとポニーテールが好評だったりもするので、ポニーテールも好きです。ミヤが自分でお店を開くとしたら、ミヤさんは絶対パン屋さん。なんでかっていうと、パンが好きなんですけど、いっぱい食べれるかなって思ってパン屋さん開きたいです。新しい環境を確保でどんなものがあって、まずは、周りの人を信頼すること。あとはこれまでもさ、これまでの人生でもさ、なんていうんだろう、望んだわけじゃなくこうなったこともさ、たくさんあったけど、でもなんだかんだ意外とうまくいってることも多いんじゃないかなって思うので、それをなんかこう思い出して、あ、その時も大丈夫だったから今回も大丈夫だって私は思うようにしてます。なんかいっぱいあるんですけど、お披露目の次のライブが台湾だったことが一番印象に残ってます。人の名前と顔を覚えるの、それはね、やっぱりその人にしかない特徴、いいところを、なんていうの、自分なりに解釈して記憶しておくことだと思います。メイクで一番こだわっているところは？マスカラマスカラ塗るの大好きです。水木皆さんに人生を伝えたい、今後はどうしたらいいですか？任せてください。ミーアのトリコ一番のおすすめポイントはどうですか？それは、いっぱいあるんですけど、ずっとミアのことだけを見れることじゃないですか。ミアっていう可愛い名前の由来は何ですか？嬉しい、ありがとう。由来は心に愛でミアっていうんですけど、心から愛されるような子になってほしいでミアです。犬派？猫派？うさみみ派？うさみみ派。どうして可愛いの？それは、あなたが褒めてくれるからかな。アイドルとしての夢は何ですか？アイドルとしての夢は、抽象的なのは、多くの人の笑顔の理由になることで、もう一つの、なんて言うんだろう、抽象的じゃないのは、横浜アリーナに立つことです。大人になったなと思う瞬間は何ですか？大人になったなって思う瞬間は、昔の写真と今の写真を見比べた時かな。好きな人の組合が毎日来ません。どうしたらいいでしょうか？どうしたらいいんだろう。頑張る。生写真とか見ておく。学校に入って自分にとって何を見ていたら堂々と言えるのか、何か、堂々と言えることは、なんかやっぱパフォーマンス面もね、クラブに入ってからすごく上がったんじゃないかなって思ってるし、あとは年上の方と関わる機会がとっても増えて、目上の方とのなんかお話の仕方とかをすごく身につけられたかなって思います。じゃあ最後に行きます。自分の性格を一言で表したらいいな。今思いついたのは、使い方が合ってるか分かんないんだけど、一喜一憂です。はい。ちょっと終わり方がちょっとあんまりだったかもしれないんですけど、皆さん質問コーナーどうでしたか？ありがとうございます。引き続き盛り上がっていけますか？ちょっと足りない。盛り上がっていけますか？おーおーおお。じゃあ、みやちゃんも準備できたとのことなので、ステージにお戻しします。また楽しんでね。再び、こんにちは。
皆さん楽しんでますか？ミラの虜になってますか？ということで再びドキドキムリミラの質問コーナーやっていきたいと思います。スタバで何飲むの？スタバで最近はあのクリームブリュレフラペチーノバナナのが好きでチョコチップ追加してよく飲んでるんですけど、それまではあのホットのキャラメルクリームあるんですよ、その飲み物を、アーモンドミルクに変更してキャラメルソース多めで飲んでます。自分の好きなところと好きじゃないところを教えてください。好きなところは、まあなんだろう、好きなところまあ可愛いところ好きじゃないところは、まあ結構すぐ落ち込みやすいところ、お豆腐メンタルなところです。頑張ります。好きな香りは何ですか？好きな香り、好きな香りは、ジルシアートのホワイトフローラルが大好きです。食べたことないけど、食べてみたいのは？ウニ食べてみたい。好きな色は何ですか？好きな色は基本的にはパステルカラー、淡い色が好きなんですけど、特にはピンクとか水色とか黄色とか薄好きです。毎朝のルーティンは？毎朝のルーティン、ピピピピってアラームで止めて、止めたついでにエゴサするでしょ。リビングで顔洗ってご飯食べるです。ミヤちゃんのプロフィールの一番最後に書いてあることは何ですか？これからもずっとミヤのことを好きでいてねです。なぜアイドルになったんですか？なんかすごい私がお客さん あの客席から見てた時にすごくキラキラしていて、なんか私もキラキラした存在になりたいなって思って、みんなになんか愛とかを届けられたらいいなっていうふうに思ったからです。ミヤ推しにこれだけは言っておきたいということはありますか？まあいっぱい言ったことはあるんだけど、いつもありがとう。僕はカレーかラーメンかいつも迷いますが、どっちが好きですか？なんかね、最近本当にどっちも好きなんですよ。今まではカレーもラーメンもあんまりこう食べる人生を歩んでなかったんですけど、最近食べる人生になってきたけど、回数が多いのはラーメンです。ミヤの取り込みなのはどうすればいいですか？それは、ミヤの SNS をいっぱい見る。ミヤの取り込んでいるように食べたいものは何ですか？元気が出ないとき何をするのですか？元気が出ないときはママに結構いつも話を聞いてもらうことがあって、ママにお話しするか、お友達と遊ぶ、お風呂に浸かる、アニメ見る、いっぱい寝る、おっぱさんのことを考えるです。ツーショットで必ずミヤちゃんの顔に緊張します。どうしたらいいですか？ミヤに緊張してるって言う。そしたらなんか緊張してくれてるのってすごく嬉しいし、そしたらなんかまあミヤがもっと緊張するようなことを言う。ミヤちゃんに作ってあげたい料理は？オムライチ。過去に戻れたら何したい？別にあんまり過去に戻りたくないけど、そしたら小学校に戻って放送委員だったんですけど、それをもっと楽しみ。顔が小さいミヤちゃん、家族全員小さいのでしょうか？ちっちゃいかもね、ちっちゃいです。やっぱりミヤちゃんにとってアイドルとは何ですか？そうですね、私にとってアイドルはやっぱりキラキラしたもの、見てる方に笑顔とか愛を届ける、そんななんか魔法使いのような存在です。好きな食べ物は何ですか？好きな食べ物、最近は砂肝です。パーティストとして成長を感じた時はどんな時？印象に残っているエピソードを教えて。成長を感じたときはやっぱりいつも身近で見てくださってるマネージャーさんとか、スタッフさんとか舞台監督さんとかに、よくなったねとか、よかったよとか褒めてもらったときはすごく嬉しくて成長を感じます。最後、はい、ミヤの虜になるのをかけてください。もっともっとミヤのこと気になれ。